こんにちは、今日はですね3月8日締め切りのこちらの3、4年生の皇室のお手本ですね、これを書いていこうと思います。少し拡大をしてこちらにね書いていきますね。今回はまず頭一つ開けましょうね、ここね。そして、あー、真ん中の線引いとけばよかったな。ここね、ここに真ん中の線がここにありますね。あるとして、いつもそこをねしっかりとあると思って書くっていうところ、そうですね。でここちょっとね薄いから見にくいんですけど、まっすぐね、まっすぐこうにあって、あ、ちょっとこれちょっと曲がっちゃったけど、こうなってて、縦の線っていうのが上下少しずつ空いてるんですよ。ここ開けるようにします。そしてこういうひし形の感じね、形を取ります。こうになるっていうことはこの位置関係が大事ですよ。ここに対してのこの位置、ちょうどこの真ん中あたりに来るようにしたいので、あんまりこれが下にビヨーンって長すぎたりすると、これこう三角形みたいになりますよね。そうやって外形が少し変わってくるっていうところをね考えながら、左に小さくスッと行くっていうところで、ね、あの学年を書くとき小3小4って書くのって、これ毎回書いてるのでね、そのあたりは気をつけてください。はい、真ん中しっかりグッと入ったらまっすぐ来て、少しこういう風に曲がってあげると跳ねやすいです。キュッと曲がってからこう横に跳ねるようなイメージ、これあの習字の時もねそうやってやるとここうまくいきます。そしてここに隙間をしっかりこうなんか脇をこう少しこう開けてるような感じですね。そこにこういう位置関係でこう打ち込みます。こっちからこう打ち込んだら、横へスッと小さく横へ、でギューッとだんだん強くなるように、こう力のね強さのこの表し方こうなってますけど、でこれと同じ分だけこういう風にね、あの三角作るみたいな感じで角度をね左に合わせて右を作るようなイメージですね。はいはい、かですね、がか、こう内側に入ってきて跳ねる、かなりほらこう傾いてるようなイメージですよね。これで2画目まっすぐこうに書いたらちょっと変じゃないですか、ぶつかっちゃうから、これもちょっと斜めにして短めでいいですよ。このぐらいな感じにしといて、こちらもギューッとこう丸が入るようなイメージにしましょう。でトントン、点は全部そうなんですけど、初め優しくて、これと一緒ですよ全部ねはい、ここで漢字が出てきます。いつも真ん中の線は意識しておきましょう。そこから飛び出ないようにしたいんですが、1画目ちょっと下の方からギュッとこう内側に締めるような感じにしたいんです。次がねこう上からこういう風に来て、少しかぶってるような感じ、上にキュッとこう右上がりな感じできますよね。で1、2、3、4、こうしっかりつけといて、5縦ですよ、こう貫いて、あまり長くしなくていいです。なぜかっていうと、ここ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 って同じように開きたいので、なるべくねこうしといて、下からギュッ、こういう感じで、ここ長いとほら出ちゃいますもんね。あんまりここは出ないようにして、一番最後のこれがかなり斜めにギューッと上がってくるので、そのあたりを考慮しながらちょっと短めに切っておくっていうところです。こちらの作りの部分なんですけど、少しこう高く持ってくるような感じで、そして膨らみながらこういうラインできます。これ次もそうです、こういう感じで膨らんどいて、少し肩落とすかなっていうぐらいな感じでこう膨らむような感じで払ってあげる。この払いは短めで、膨らんでからっていうとこですね。ここに隙間をしっかり作るようなイメージで持ってきましょう。そしてキュッと、ここキュッと入れて、起筆キュッとしといて、こう
どちらかといえば湾曲するぐらいな感じです。こうグワーンっていう感じにしといて、そうするとこの部分がとてもね、こうたくさん開くようなふっくらしたような感じの字になりますね。こういう隙間を膨らまそうとすることがね大事です。次同じようなのここにも来ますので、ここも膨らますような感じです。だからここの線は間違っても反ったりしないように、こう反ってしまうと逆にこっちがね狭くなりますよね。そのあたりをね注意しましょう。ここ同じここもほら先ほどの似てますね。 1,2,3 書き順がねこっち先になります。 4,5で、キューッとこれこう膨らむような感じです、こちらも。そしてグッとここで付け根をこう見せるような感じでギュッと入れて、こうちょっと膨らませてもいいかもしれないっていうくらいですね。で、ここを開けるのはもちろんなんですけど、こちらなくならないようにしたいので、ギューッと必ずこう膨らんで落ちてくるぐらいな感じでもいいですね。こう長めにすること、短いとどうにもならなくなるのでね、長くしておきましょう。はい、ひらがなのですね、のは真ん中から入ってください。こう丸く、ここがまだまだまっすぐな子が多いので丸くして止まる。で、ここの長さで字の大きさが決まりますので、長くしすぎには注意しましょう。で、こう上がってこういうラインでゆっくりと、ちょうど真ん中の線あたりで切れるような感じがいいです。はい、おのうち、ひらがなのをですね、3年生はお正月って書いた子結構いると思います。書き初めでね、ちょうどその時にやったかな。ちょっとギュッと来て、横に広がるように来て、上行って点です。点はね、おろそかにしないように、必ず優しくから入って徐々に強くなること、こういうのがね、こういうところで出てしまいますね。丁寧にちゃんとやってるのかなっていうところってね、分かってしまいます。そうで、こうやってひらがなと漢字が結構混ざり合ってる時、ひらがながあまり大きすぎると格好がつかないので、ちょっとひらがなは小さめにすることと、漢字はどこが一番出っ張ってるところかっていうのをしっかりね把握することです。こちらの字の場合、頭はここしっかり出てますよね。それからこういう字の形がなんとなく内側にキュッと逆台形みたいな感じになってるので、内側にこれは入ってくること、そしてここはへこんだりしないでこうスッときたら少しだけ肩を落とす、少しです。あんまりやりすぎると変なので少しだけにしといて、左と同じようにキュッとこういうラインできたら、下の位置は跳ねるとき、こちらは少し出しておくぐらいがベストかなと思います。このぐらい、極端だと変なのでこのぐらいでいいですよ。で、ゆっくり跳ねて、跳ねるときの角度も見てください。こっち上に行かないように、なんとなくこう角度が広くなるような、これ90度ぐらいありますか？そんなにないかな。結構でも直角に近いぐらいあるんですよね。で、頭しっかり出しといて、こう急カーブするような感じですね。そしてギューッと、これも点と同じで徐々に太くしていきたいってとこですね。はい、100という字、横一画目が漢数字の1のようにこうギューッと上がって下がってくるような長い線ですよね。この線質をしっかりすることと、少しこう下がこれもキュッとつぼまってるような線です。そしてこういうラインができる字ですので、あまり火の部分が太りすぎないように注意してください。ひらがなです。少し小さめでいいです。けいいですね。寝かせるっていうところが難しいかな。キューッと入ってきて止まるっていうのがなかなか、これは直そうと思わないと直らないんですよね。
だからここどうしても立ったままになっちゃうので、そこを気をつけてください。わわ、縦のライン、ここが一番長くなるとこです。下が開くんでしたよね。ちょっとまあ復習も兼ねてね、3、4年生でもちょっと1、2年生の動画も見てもらえると分かりやすいかと思います。忘れちゃってる子はね、ちょっと見直しをしてみてください。はい、これつららと読みますね。ついついね、今ね柱っていう字を見るとね、あのねハマってるね、あの漫画をね、アニメか、アニメ漫画もありますけどね、あれを思い出しちゃってね、柱って言いたくなるんですけど、つららです。でこれまず一画目、こう来たら内側に、先ほどの章と一緒ですね、内側に来てからこう跳ねる、点に行きます。そしてストンと下ろしてきて、キュッと上がって、ここしっかりと角度変えてから、よく次行き先を定めておいて、こちらだよって定めてからのこうです。ゆっくりでいいんです。こういう時最後の最後、あの勢いよくシューってやるとどうしても長くなるんですよ。そうじゃなくて、ここまで来たけど行き先こっちに変わってるっていうところが、この辺から分かるといいんですけどね。そう、そしてここからこう来たらドンって打って、こうですね。でストーンって落ちといて横へ。でこの落ちたところっていうのが、だいたいここと合うと綺麗にいきます。はい、起変、キュッと、これもダイナミックにキュッと短くて、上にギュッと太く上に上がる、右に上がっておいて、次は右寄りです。あの中心に近づくとなんか怖くなっちゃう子も結構多いんですけど、怖がらず、これは中心に近づいてていいんですよ。左がこうにし、あのしっかり出したいです。で右は少し下げ目にしておいて、短くして、単体で切って書く時よりもこんな風にね、傾きがあるんですよ。これ傾いてないとダメなんですよ。キュッと上がって、ここ漢数字の3のようになってますね。書き順はここで縦が入りますが、ちょっと短めにしておきましょう。これなぜかっていうと、キュッて上がって次まっすぐの線が来て、次キューッとこう逆に反るような線が来ますから、反った時に出てしまわないように、こうです。よく見ながらいきますね。はい、これですね、がです。しっかり内側にこう入り込んできてから、こうですね、が、見事、見るという字です。こう来といて、まずは1画目短くして、2画目をちょっと上にこう向かってくるような感じですが、ちょっと細めにしときましょうか。で右側少し長めで、横の線は全部上がりましょう。そして次ですね、狭いですよねここね、だけど大丈夫なんです。なぜかっていうと、この払いは下に向かう字ではない、横に行きたいだけなので、ギュッとここ付け根しっかり見せておいて、横、こうにね、こっちも見せておいて、でちょっと左行きながらやっぱ右みたいな、こういう感じでグッと力入れといて、こうですね、うん、こういうね、なんだ、マスに入れるのにはすごく書きにくい字かもしれない。頭でっかちになりやすくて、横の画が多くて、じゃあどうしたらいいんだろうって思っちゃうかもしれないんですが、一番長いのはここの線だっていうところを頭に置いて、で他の線をあの長くしてしまうと、この一番長くしなきゃいけないところが目立たなくなっちゃうので、全部短くしちゃっていいと思っちゃってください。そうすると1画目キュッと上がる線でもいいです。短めにしときましょう。それに合わせるように、まず縦のラインっていうのは、これは締めるは締めます、ただ短く、
って高さがあまり出ないようにしたいので、はい、横はこの上のこのラインに揃えるようなイメージでいいです。そこより出ないぞって思えばいいです。ここね、次もそうです。こうしたら縦のラインは短いけど締める、こうね、キュッとかなり締めてます。そして次の角が一番出るとこなので、この四角の目いっぱい使っていいので、こうギリギリのとこからこう入ったらギュッとね。この時の法則としては、横の線は全部右上がりですよね。だから一個でもこうへこんだり下がったりしたら次の子は困るわけですよ。次はこうで、最後ちょこっとこちら見せるような感じにしとくと綺麗です。ここね、であとは真ん中貫けばいいです。ギュッと頭しっかり入れて真ん中ギューッと貫いてって下まで行って、よいしょ、こんな感じで、はい、ではギュッと折り返して、はい、スーです。結び1、2、3、このぐらいのリズム感でいきましょう。あまりね早すぎても良くないんですよ。勢いでね、あの払いとかもね、全部グルーンって勢いで回っちゃってる子も中にはいるんですが、確かにあの生き生きしててね、いいはいいんですけど、やっぱりマスから出てたりとかねしちゃうともったいないので、早い部分っていうのは本当に最後のちょこっとだけ、おとかのこういうとこもね、うん、だから全部一気にこうぐるんっていう動きっていうのは G を書くときはないっていうところをちょっと注意しましょう ね。なるべく本番は濃くて太めの鉛筆がいいです。ちょっとねこういう風にね汚れたりするから嫌なんですけど、嫌な子はここ何か敷いてください。こう敷いてやるといいですよ。はい、じゃあ今回もね頑張りましょうね。